鶴森の阪神のパドックにややグレーがかった足毛の馬体が生えます。11番のビワ早秀が一番人気を詰めています。この馬です。それでは第109回の天皇賞パドックからお伝えしてまいります。出走11頭馬体重の増減からです。1番の茂野乱暴です。436キロで増減はありません。2番の北雪銀河494キロでこの馬も増減はありません。3番のルーブルアクトです。この馬がおそらく逃げるんでしょう。444キロマイナス6キロです。4番のナイスネイチャー500キロちょうどマイナス2キロ。5番のムッシュシェクルです。現在 G2 3連勝中ですが472キロでマイナス2キロです。6番の成田大臣は去年の皐月賞馬ですね。442キロでマイナス2キロです。7番のマチカネタンコイザは492キロでプラス2キロです。8番の戦国シロバーは関東馬です。466キロでマイナス4キロです。9番のステージチャンプも関東馬ですね。450キロでマイナス2キロです。それから10番のアンダーキングは地方出身の馬、492キロでプラス6キロです。そして圧倒的な1番人気11番のビワ早秀です。476キロで今日はマイナス2キロでの出走になっています。以上の11頭が出走します。解説大坪さんにお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、まず何といってもね、11番のビワ早秀から見ていきたいと思うんですけども、今日のパドックの気配どうでしょう。はい、陣営のね、思ったままというか予定通り476キロになりましたね。はい、あの前走の京都記念の折りは少しね、イライラしたところが伺えたんですが、今日はね、2引きでね、実に落ち着いた感じですよ。はい、それからあのやはり、背肉あたりと桧原辺のね、一絞りが伺えますね。そうですね。はいはい、さあその京都記念強かったんですが、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、その時のレース、もうこれも圧勝という感じでしたもんね。そうですね。この先頭の馬ですかね。これあの前後半で2秒半ぐらいね、前半スローなんですが、4コーナーから抜け出すから実に強かったですね。はい、有馬記念以来なんですが、決して本当に久々ってとこ見せなかったですね。はい、まあ、この時も馬場はやや重で、今日も芝はね、やや重になりますね。この時よりはね、はい、今日の方は馬場はいいですよ。そうですか。はい、はい、さあそれから内枠から見ていきましょうか。1番の茂野乱暴。はい、朝の各シーズンになりますとね、冬毛がすっかり抜けましてね、抜ける時期になるとこの馬も調子を上げるんですよ。430台の馬ですがね、パッと見た感じ大きく見せてますしね、実にこうゆったりと、それでなんかこう柔らかみを感じさせる歩様でもっか、周回してますがね、はい、ですから状態自体悪くないですよこの馬は。2番の北雪銀河見てみましょう。はい、少し細く見せるときの方が状態はいいんですよね。ですが今日はいかんとも相手がちょっとね、揃いすぎたかなと。でこの馬の出番があるぐらい馬場が悪いかというとそうでもないですね。はい、まあ、この馬あたりが2番手ぐらいもしかしたらついてるかもしれませんね。はい、3番のルーブルアクトですね。はい、前走が太め残りということで、今回は当然叩いて その気合も体も絞れてきますね。はい、ただちょっと今落ち着きましたが、先ほどからカリカリしたところが表面見えましてね、あの辺の気象面が逆に3200メートルになるとね、いいようで逆にスタミナのちょっと消耗につながるんではないかなという懸念もするんですがね。はい、4番のナイスネイチャーを見てみましょう。はい、おなじみの含めですね。これはやはりここに来てね、はい、人をいうことに体が絞れてきたというか、余分なにあの肉というかそういったものが取れてきましたね、脂肪が。はい、ですから今日もね、前走ぐらいね、やはりある程度の成績は残すと思いますよ。うん、はい、仕上がり状態したら決して悪くないですよ。さあそれから5番のムッシュシェクルが、まあ、対抗格というかね、人気を集めてるんですけれども、はい、この馬は去年の秋から比べたら気象面が変わりましたね。ほとんど下見所であのイライラしたところが伺えませんしね、何、うん、か本当に古馬らしくどしっとしてきましたよね。落ち着いてますよね。体に身が入ったのかね、非常に張りがいいです。その中京で行われた阪神大賞典、この時もあの戦国シルバー以下をまあ、完封したというね、そういうレースでしたが、外から来るこの1番ですね。あの直線の短い中距離でね、ここで一気に差し切ったので陣営が非常に自信を得たといいますかね、馬の成長を見たという感じですね。これで、まあ、G2 3連勝を達成したわけですが、ビワ早秀を脅かしますかどうか。それから6番の成田大臣見てみましょう。はい、
昨年あたりは一番減った時は416キロという時期もあったんですがね、現在は前走同様440キロ台ですね。やはり一回りね、体が大きくなりましたね。やはり肩先か友の辺を全体的に一回り大きくなったという感じでしてね、だから身のつき方が非常にバランスよくついてますよ。ですから前走より追い切り時点ではちょっと重かったんですが、追い切り後変わってきたと思いますよ。目黒記念の圧倒的な差し足で復活したと見ていいんでしょうかね。長距離見てましても4コーナーあたりまでのフットワークが非常によくなりましたね。はい、その目黒記念、これですね。そうですね、外から来る黄色い帽子、はい、佐々木翔に思い出しましたよね。菊花賞でね、ああいった、ボールフォーといいますかありましたからね、競技初戦にどれだけの競馬できるかと思ったんです。この馬らしい競馬してくれましたね。そうですね、さあそれから7番のそれでは町金タンホイザー見てみましょう。